分、あ、1キロですね。4分42ぐらい。もうちょっと遅くていい感じかな。4分44、まあこんなもんか。3キロ、4分45。4km、 4分40、ちょっと早いですね。安定しないな。はい、あと 1km 頑張ります。はい、5分ぐらいでしたね。あとバケツだ。心拍落ち着いたから行こうか。いや、お疲れ様です。今日はですね、5キロの行き地層をやって、その後30分のスロージョグをやろうかなっていうことで走ってます。で、今ですね、ショートスロージョグ中なんですよね。このね、行き地層とかのポイント練習の後の30分ジョグなんですけど、なんかで見たんですよ、効果あるよって。なんだっけな、森脇健児さんの YouTube だったかな、確かそうだったと思うんですけど、効果ありますみたいなね、っていうのを見て、まあいつかやりたいななんて思ってたんで、まあちょうどね、ハーフも終わってですね、一息ではないんですけど、まあ、一息つけると言いますか、まあそんなタイミングかなと思って今取り組んでます。これあれですね、まあ、要はガチ緩そうですよね。で、そのガチの部分が、まあ、今回は5キロの行き地層だったりとか、そういうポイント練習に変わったっていうだけですよね。ずっとね、このチャンネルでもですね、もうずっとやってる練習なんですけど、行き地層です。で、今日も5キロねやったんですけど、ちょっと今後行き地層の設定を変えようかなと思ってます。今まではだいたい私の5キロのベスト5キロのベストが20分50秒ぐらいなんですけど、まあ、そこまでいかなくても、まあまあ5キロガッチればこれくらいは走れるよねっていうタイムをベースに行き地層のペースを決めてたんですよ。そうするとね、だいたいまあキロあたり4分30とか4分20ぐらい、4分20から4分30ぐらいっていうのが落ち着きどころなんですけど、まあ、それをですね結構続けてて、10キロのベストが伸びてないんですよ、この1年ぐらい。去年の3月に46分40何秒って出してから特に変わってなくてですね、ちょっとそれを更新できる感じでもないなっていうのが正直な感想でして、やっぱね、次を今のよりも走力さらに1個高くね、上を目指す上で、やっぱ10キロの
ペースっていうの、10キロのベストっていうのを上げていきたいと。そういった中で今の設定だと、まあ、ちょっとねいまいち伸び悩んでるっていう感じがあるんで、ちょっと変えようかなと。そんでですね、で変更後は、だいたい4分45前後にします。遅くなってるんですよね。っていうのがですね、前回のハーフマラソンのをハーフマラソンの基準にした10キロのベストっていうのが、だいたい今の私の10キロのベストと変わんないんですよ。でなので、まあ、それの速度をベースにした行き地ということで、そうするとね4分47秒なんですけど、まあ、分かりやすく4分45秒をの前後ですね。なのでまあ4分40から4分50キロあたりですね、そのくらいをベースに行き地を取り組んでいこうかなと思います。ただね5キロとか20分と5キロ走ればいいだけじゃなくて、やっぱ10キロ行くんだよっていうつもりでね、やっぱこういうの走った方がいいですね。走んないとダメですよね。最近は5キロをこなすっていうような感覚になったのかな。うん、なのでちょっと変えていこうかなと思います。今年はですね、これでなんとか10キロのペースを上げて、で、まあ、それが、ね、ハーフに結びつけてフルにもっていうようなイメージで取り組もうかなと思ってます。はい、ということでまだねゆる走がね30分走ってないんで、また行ってきます。よいしょ。終わりました。5キロの行き地走と5キロの、まあ、ゆっくりジョグですね。ゆっくりスロージョグ、まあ、ゆっくりスロージョグって意味わかんないね。スロージョグですね。で、まあ、計10キロほどです。あと 1.5 キロぐらいのところからぐーっと心拍を落ち始めましたね。まあ、これでどうなんだろうな。まあまあガチウル走の効果が期待できるのかな。うん、まあ、ちょっとしばらくやってみようと思ってます。行き地走の部分を例えば坂ダッシュとかに変えてもいいなと思っていて、坂ダッシュ今日ちょっと迷ったんですよね。坂ダッシュでもいいなと思ったんですけど、まあ今日は、まあ、一発目ということで駅地層にしてみました。はいはい、それでですね、すでにねご存知の方も多くいらっしゃると思います。私のね今シーズンの本命といいますか、唯一のフルマラソンだった湘南国際マラソンがですね中止になりました。マジか。残念です。非常に残念で、私ですねこれで今シーズンエントリーしてるレースがなくなっちゃったんですよ。なのでこのまま行くとですね、結局サブ4未達のままこの2021-2022シーズンを終えることになりまして、それはどうなんだと。また1年間ですねサブ4目標のってやり続けるのかと、それもどうかと思うわけですよね。まあ嘘ではないんですけどね、ちょっとねこれからここからでもエントリーができる、開催をが予定できる大会をちょいちょい探してみると、で、まあ、家からこう無理なく行けるというか行けてっていうのがで、ちょっと探したところですねあったんですよ。3月の中旬かな、こちらです。柏の葉というところでね、ある3キロの周回コースを14周するっていうですね、すげえ力技っすよね、っていうフルマラソンがあるようです。まだエントリー期間中なんです。制限時間もね5時間ぐらいあるのかな。サブ4とサブ 4.5 のペーサーがつくっていうことなんで、まあ多分5時間ぐらいの制限時間なんじゃないかなと思うんですけど、その大会があるんでどうしましょう、申し込んじゃいましょうかね。ちょっと今悩んでます。やっぱねちょっとフルマラソンで力を試したいという思いもあればですね、もう来シーズンに向けて頑張ったらっていう気もしてますし、でそこのコースねちょっと私別のなんか千葉30K とかでっていう大会でちょっと走ったことがあって、起伏というかこういうアップダウンなんかも若干あったりとか、あとは石畳を走る部分もあって、走りやすいコースでは全然ないんですよね。それを14周でしょ、どうなんですかね。
っていうのもあってちょっと今迷ってます。どうしましょう、どうすればいいでしょうか。ぜひコメントいただけたら嬉しいです。これちょっとアンケート作ります。概要欄見てください、この動画のですね、そこにアンケートのコミュニティでアンケート作ってアンケートの URL 貼っときます。ぜひお気軽にポチッとしていただければと思います。はい、ということでまた次回よろしくお願いいたします。それでは失礼します。